糸崎君雄です。いいものと評価されるものは違うという話をしようと思いますけども、このチャンネルはアーティストの糸崎君雄がアートと哲学について、そしてアートとビジネスについて考えていこうというチャンネルなので、アートについて本質的に考えたい人、あとアーティストとして本気でデビューしたい人はぜひチャンネル登録お願いいたします。それで、いいものと評価されるものは違うという話ですけども、これはまあいい作品と評価される作品、あるいはまあ売れる作品ですね、そういうふうに言い換えてもいいと思うんですけども、まあ一般的にもそのいいものは評価されないとかね、いいものが売れるとは限らないというふうにして言われるんですけども、まあこれはその自分のことを考えてもそうなんですね。僕はそのアーティストとしていいもの、いい作品を作ろうとしているわけなんですよ。ですからその、まあ、YouTube を始めるにあたってこのチャンネルですけどね、今までにない、ね、すごい作品としての動画を作るんだと、 YouTube チャンネルを作るんだと、ね、作品としての YouTube チャンネルなんだということで、まあ、解説して今もこうして続けているんですけども、まあ登録者数はあんまり増えないわけですね。本当に数少ない精鋭の方たちがご覧いただいていると、そういうチャンネルなんで一般的には、まあ、受けないチャンネルになってるわけですよ。でそうすると僕自身はこのチャンネルすごくいいなと思ってるし、私の師匠の彦坂直義先生もいいと、ね、おっしゃっていただけているので、その意味ではまあいいんですけども、しかし一方ではまあ一般的に評価されないという現実があるわけですよね。で、まあ、僕の作品はおしなべてそうなんですよ。だから、まあ、アーティストはデビューより継続の方が難しいという話も前にしましたけども、その、まあ、僕の場合はだから本当に自分としてはいい作品を作ろうとして、でそれがたまたま評価されてデビューできたんですよね。だから僕はその初期はフォトモというその写真をハサミで切り抜く形式の立体写真でデビューしましたけども、あとそのバリエーションを様々に作っていったんですね。その写真を写真のカラージュでその昆虫写真を表現したというかね、まあ詳しく言うとあれですけど、とにかく昆虫つぎらまという作品のシリーズがあって、こういうものも評価されて、で、まあ、写真家を長野茂一さんに評価していただいたんですね。でそれで、まあ、コニカフォトプレミオという賞をいただいたりとか、あと、これも写真の大きな賞ですけども、東川賞の新人作家賞というのをいただいて、これも長野茂一先生のおかげなんですよ。でその頃は雑誌の連載も私持ってたんですね。フォトテクニックという雑誌、あとデジタル写真生活という雑誌、あと、まあ、その前だと散歩の達人もありましたし、まあ、そうやっていくつかそういう仕事があったんですけども、今から考えると私としては、あと、まあ、デジカメウォッチの連載もありましたけども、私としてはもう最大限にいいものを、ね、自分としてはいいものを、価値あるものを提供したつもりなんですけども、それがその連載になったりね、賞をもらったりっていうのは、これはその私の作品が良かったというよりも、そのたまたま僕の作品をいいですねって評価してくれる人が何人かいたからなんですよね。でそれはさっきも言ったように、その長野茂一先生であるとか、雑誌の編集者であるとか、まあ、そうやっていろいろと僕を評価してくれた人がいたんですけども、まあ、時代が変わるとやっぱ世代が変わるわけですよね。でそうすると自分の作品が昔より悪くなったとは私自身は思わないんですけども、世間からあまり受けがよくなくなってきたという実感があるんですよ最近ね。それでまあ改めて考えなきゃなと
思いながら喋っているんですけど、もちろんそれは同じような悩みを抱えた皆さんと共有しようと、いうことで公開して喋っているわけなんですけども、まあ、改めてそのいいものと評価されるもの、というのは違うんだなということが、まあ、改めて今更なんだっていう気がするんですけども、で、まあ、最近とにかくマーケティングしなきゃ、マーケティングリサーチしなきゃっていうことで、昨日も近所のスーパーに行って食品コーナーでね、レトルトカレーのパッケージの比較とかねあとお菓子売り場に行って、お菓子のパッケージの比較研究とかね、いろいろ行っていたんですよ。でそうすると今まで全然こう見えなかったものが見えてくるとね、だってコンビニだってスーパーだって自分はしょっちゅう行っていろんなものを選びながら買ってたはずなのに、そのマーケティング視点でそのものを見たことがなかったわけですよね。でそうするとその、まあ、お菓子でもレトルトカレーでも何でも買ってちょうだいっていうね、そういうコンセプトでデザインされてるわけなんですよね。でそれは人の評価を得るためのデザインなんですよ。人の評価を取るための造形物なんですよ。いいとか悪いとか関係ないんですよね。でもちろんその綺麗なパッケージとかね、かっこいいパッケージとかね、その意味ではこういいデザインがされてるんですけども、それ以上にいやこれかっこいいんだけどちょっと一般受けしないよねとかね、そうするとこれは芸術になっちゃうわけですね。で芸術じゃなくてデザインというのはまず売れるデザイン、売れるっていうのは人に評価されるってことですからね。私はこれを評価するのでお金出して買いますよという評価を取っていくわけですよ。だから評価されるもの、売れるものというのはそのダイレクトに評価されるものなんですよ。いい悪い関係ないんですよね。だから僕自身のやり方が間違っていたのは、まあ、僕自身そのアーティストっていうそういうその自負というかね、それも今から考えるとこれもだから一種の演疫法なんですね。自分はアーティストだっていうね、そう定義をしちゃってるわけですね。でアートというものはいいものであって、売れるとか売れないとか二の次だっていうようなことを考えていたし、なんだったらいいものは評価されるはずだってね、思ってたことがあったし、で偶然私が作ったいいもの、私がいいと思う作品が、偶然人に評価された、評価してくれる人がいたんですね、昔はね。でところがその評価されるものっていうのはダイレクトに評価されるんですよ。いいものが評価されるっていうのはまずいいそのものの良し悪しがあるわけですよね。作品、美術作品、アート作品にしろお料理にしたってまずそのものの良し悪しがあって、それが第一段階ね。でその次にそれが評価されるかどうかというこの第二段階になってるわけですよ。そしていいものを作ってもこの2段階目 の、 この評価されるということで、評価されなかったらまあ売れないとね、評価もされないということになるわけですよ。だからそのやっぱり私は写真家ですけども、その写真界で売れるとか、あとまあ評価されている人いるわけですね。写真界、美術界、アート界で一般的に世間的に評価されている巨匠と言われている作家がいるんですよ。で僕自身はそうやって世間的に祭り上げられているそのアーティストの方々ね、名前は差し障りがあるので出しませんけども、そのような方々が必ずしもいいアーティストだとは思わないわけですよね。なんでこんなもんが世間に評価されてるんだっていうふうにして何だったら思っちゃうわけですよ。でもよくよく思い返してみると、そのやっぱりその世間的な巨匠という地位を得ている人、世間から評価されている人はその作品の良し悪しで作品作ってるんじゃないですね。こういう言い方はなんですけども、評価を得る作品を撮ってるんですよ。で具体的に言うと、そのまずまあ分かりやすいわけですよね。分かりやすいっていうのは、そのまず一つは世間がイメージするところのアートを作ってると、ね、世間がイメージするところのアートってこういうもんだよねと、ね、ちょっと頭の
で、その、そうそう、で、あの、で、そのアーティスト自身も、世間が思い描くところのアーティストを自分で演じているんですよ。で、そうやって世間の評価を取ってくるんですね。で、まあ、例えばですよ、あの、ゴッホという人がいたんですね。ゴッホは、あの、生前は全然売れなくて、で、まあ、失意のまま死んでしまったんですね。あの、とにかく、ゴッホはもう本当に頑張りすぎて、で、前衛すぎて、先に先に行き過ぎちゃったんですね。で、その当時誰も評価されてくれないと。で、そのうち、もうゴッホはあんまりにも頑張りすぎて、勉強しすぎて、いい作品作りすぎて、で、気が狂って死んじゃうんですね。で、そうすると、ね、あの、ゴッホっていう、その、気が狂って自分の耳切り落としたすげえやつがいるんだと。で、そいつの作品がすげえんだっていうことで、徐々に、ゴッホの死後、徐々に人気が上がっていくんですね。ゴッホが死んだ直後ですよね。あの、ゴッホが耳切って、あとなんか拳銃でなんとかっていうのも、あの、結構話題になったらしいんですね。当時新聞で、あの、当地のオランダはじめ、有名になったらしくて、で、そうすると、ゴッホの評判が立つわけですよ。死んじゃったっていうとなんかすげえっていう風になるわけですよね。で、そうすると、あの、そういうその、ちょっと気がおかしい、ちょっと常人離れしたような人が芸術家なんだっていうことで、こう、世間的な認知が出来上がるわけですよね。で、そうすると、あの、その後の世代のアーティストの中で、自分は芸術家なんだと、ね。ちょっとおかしいんだと。そういう自己演出をするアーティストが出てくるんですよ。で、それがね、一つはね、ピカソなんじゃないのかなというふうにして最近思ったんですね。これについてはもうちょっと調査しなきゃいけないと思うんですけども、あの、ピカソって、あの、写真見ると頭つるっぱげでこう目をこの見開いて、もう裸で、ね、上半身裸で出てくるっつって言ってね。で、俺はすげえ芸術家だみたいな、ちょっとおかしいんだとかね。そういう、演出を写真でしてるんだけども、まあ、実際に会った人 の証言だと、プライベートでは、あの、ちゃんとスーツ着こなしたりなんかして、常識人だと。で、まあ、もちろん、はちゃめちゃな部分ありますけども、あの、結構自己演出してるんですよね。で、あと、まあ、自己演出っていうと、もう、岡本太郎なわけですよね。岡本太郎はさらに、ピカソを真似して、コピーして、ね、ケーツ・ボグーズだっていうね、そういう、こういう、こういう、こう、おかしな人、変な人、ね、奇人、変人、芸術家っていう、そういう自己演出をしたわけですよ。ね。で、そうすると、まあ、世間的には岡本太郎っていうと、まあ、人気、今もね、岡本太郎の悪口を YouTube で言うと結構コメント欄で、言ってくる人がいるので、まあ、人気は高いわけですよね。で、現代の現存のその写真界、美術界、現代アートの世界も、まあ、似たようなもんじゃないのかなと。だから、やっぱり、アーティストもね、僕自身の欠点で言うと、政治的に動いてこなかったんですね。あまりにも純粋にアートとしていいものを追求しすぎたために、その自己演出というか政治というのは自己演出なんですよね。だから社会的に自分をの地位を高めていくというね、そういう政治活動全然してこなかったんですけども、それがだからそのいいものと評価されるものは違うと。だから周り見るとやっぱりね、評価のために政治活動してるんですね。で、僕だけがその政治活動に置いてけぼりになっちゃって、この10年で随分その他の人と、ね、同世代の人たちと私が差がついちゃったかしらっていうふうにして思うんですね。だからあの、だから僕自身の失敗で言うと、一つはその成功体験にとらわれていたわけですよね。自分はそれなりに評価されていたんだという成功体験ですね。で、しかも
それは偶然の要素によるわけですよ。たまたま僕を評価してくれる人がいたし、あとその企業メセナの賞があったりとか、今と状況全然違うわけですよね。で、そういうその偶然に頼ってると、その偶然の波が引いた時に何も残らなくなっちゃうわけですよ。だから、これも最近ビジネス系の YouTube いろいろ見てますけども、一般的にその運の要素は減らさなきゃいけないですよっていうわけですよね。運任せ、運に頼って金儲けしようとすると、それは1回2回はいいけども、それはまあそのうちダメになると。むしろ運に頼らない、運の要素をなくさなきゃいけないとね、そうしなきゃいけなかったのに、私はなんだか知んないけど運任せにしていたね。で、なぜかっていうと、いいものと評価されるものの違いが私自身がよく分かってなかったんですね。いいものを作ってはそれでいいだろうというふうにして思ったんですよ。だから私自身はいいものを作る方法論は、それなりに確立してますけども、だから一方で、だから評価されるものというのを作らなきゃならないと、いうわけですね。で、だからその実践として、最近このチャンネルは実はサムネイルを変えたんですね。サムネイルを及川幸久さん、 YouTuber の及川幸久さんの、サムネイルの丸パクリをしてるんですよ。まずその YouTube の基本は人真似だっていうことで、及川さんのサムネイルをパクリながら、もちろんタイトルを変えてますけどね。で、そうするとね、YouTube のデータを見ると、サムネイルのクリック率がね、上がってるんですよ。ちょっとパーセンテージが上がってるんですね。今まで 4% 台だったのが 8% 台とかにね、アップしてるんですよ。だから僕の、YouTube のサムネイルが、他人の YouTube のおすすめ欄にこうバーッと出てくるわけです。バーッと出てくる中の一つにポツッと出てくるわけですね。で、そしてそれをクリックしているくれる確率が高くなったんですよ。で、今までの私のこの吹き出しがついているようなサムネイルですね、あれはね、独自性があって私は好きだったんですけども、自分ではいいと思ったんだけど、その独自性があるものってみんなこうクリックしないわけですよね。みんな見慣れたものにしか反応しないというね、それも前の動画で話しましたけども、だから見慣れたものにみんな反応するので、それに寄せなきゃいけないわけですよ。で、実際に寄せてみたところ、サムネイルのクリック率が上がったんですねまあ本当に小さいことですけどね。でも、まあそういうふうにして、やっぱり評価されるっていう、それはいいものと違うんだというね、そういう軸で、新しいこう考えの軸ですね、それをやっていこうというお話でありました。今日のお話がちょっとでもためになったと、ね、思う人はグッドボタンを、でバッドボタンもぜひ、ね、押していただきたいですね。いつもバッドボタンを押してくれる人いて感謝しておりますけども、というわけでチャンネル登録もよろしくお願いいたします。どうもご視聴ありがとうございました。